はい、レオンです。今回ね、この HK ウルトラ1に先日購入した、このヤフーフリマの方で購入したこのシリコンカバー、ワインカラーですね、装着やってみたいと思います。これちょっとバンド外さないと装着できないので、ちょっと一旦バンド外すんでね、バンドも外しとこうかな。カバーあれは、どうせまた別のバンドも外さないと取り付けしないといけないから、これは簡単にできるからね。これね、まずね、この裏にして、裏を上にして、このダイヤルクラウンのところを先に入れるんですよ、こうやって。で、こうやってこういう感じで、で、ここも合ってるかどうか確認して、押しやすいですね。あ、ここはちょっとずれてるな。合ってるか。ここはボタンじゃないんだな。SIM スロットになってるから。で、この状態でちょっと取り付けしてみようか。忙しくて大変だ。はい、こういう感じでどうでしょう。よいしょ。はい、こんなもんで。今回ね、HK ウルトラ1に、この先日購入したアップルウォッチウルトラ2 49mm 用のワインカラーのね、シリコンカバー装着してみました。あと、よろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。次は別のカバーつけるんでね。はい。失礼します。